皆さんどうもこんちは、ナフタレンです。今回は念願のジュージースイッチが届いたので開封とラッキングをしていこうと思います。ネットワーク機器のメーカーを統一したかったので今回も指利き社製です。いつものスティッカーが入ってました。これで何個目だろうか。購入したのはこちらです。 SF ピータスのポートが合計8個あるLにスイッチとなります。ペリ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 、中身はいつもの白い梱包材と段ボールの小箱が見えますね。この中にはラックに取り付けるための耳、ケージナットや耳を取り付けるためのネジ、電源ケーブル、そして一番底にマニュアルが入っていました。スイッチ本体を取り出します。出てきました。銀色のボディがかっこよすぎる。奥行きが全然ないのでかなり細い印象を受けます。それにしてもかっこいいですね。カメラのアングルをサーバーラックの方へ向けました。一番上のアライドテレシスの L3 スイッチを撤去し UDM プロを一つ上へ上げます。もともと UDM プロがあった場所に今回購入したジュージースイッチを入れる作戦です。耳を取り付けておきました。DAC ケーブルや LAN ケーブルを抜きスイッチを撤去していきます。電源はあらかじめ落としておきました。邪魔にならないように横に避けておきます。それにしても腕細すぎないか。飯ちゃんと食ってるのか。ネジを4箇所外し終えたのでアナックします。今まで働いてくれてありがとう。 UDM プロの方も外していきます。君はまだまだこき使うので頑張って働いてください。今回はあくまでも移設だからな。今回の主役をラッキングしていきます。この時点でなかなかかっこいい感じですね。UDM プロも再度ラッキングします。3台並ぶと統一感が出ていいですね。ネット系は指利き、サーバー系は NEC に寄せていってます。抜いていたケーブル類を復旧させていきます。
まずはメイン回線とサブ回線の輪側のケーブル。スイッチ同士は新しく購入した DAC ケーブルでつなぎます。これで物理的に全てのスイッチが接続されました。電源ケーブルを接続して電源を投入してみます。本体についているディスプレイが光りましたね。起動後スイッチの初期設定や VLAN の設定を実施し、サーバーからつながっている DAC ケーブルを復旧しておきます。ということで今回は念願の10G スイッチが来たよという動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら自宅サーバーの紹介動画などもありますので、チャンネル登録や X のフォローをお願いします。ご視聴ありがとうございました。